チームチームさせてよ、チームチームさせてよということで、お疲れ様でございます。8月の28日金曜日、お仕事の終わりの方、これからお仕事の方、お疲れ様でございます。お仕事終わりの方、お疲れ様でございました。花金でございます。はい、また夜飲み動画でございます。はい、今日はちょっと金麦で、はい、行ってみたいと思います。で、ちょっと先ほど簡単に作ったんですけど、あのうちの地元の万願寺甘党唐辛子ですね、はい、をあのめんつゆで炒めましてですね、ちょっとあの泡盛が残ってたんで、泡盛を隠し味にシャシャッと振りかけてですね、ちょっとかつお節と、はい、やってみました、作ってみました。で、今日は28日、はい、28日といえば皆さん何の日かご存知ですか？ご存知ですか？はい、この日でございます。はい、今日のメインイベントでございます、こいつでございます。でれん、鳥の日パックでございます。はい、私もこれあの毎月毎月は食べないんですけどね、あの鳥の日パック28日の日はですね、ケンタッキーのフライドチキンがですね、はい、あの1000円でございます。はい、何ピースやったっけな、4ピースかな、1、2、3、4ピースですね。ちょっと見えにくいな、1、2、4ピースです。はい、はい、4P じゃないですよ、4ピースですよ、はい、4ピース入っております。はい、で今日はまたこれを おかずにですね、はい、おかずにですね、はい、あのいっぱいやりたいなと思います。はい、それでは皆さん乾杯、お疲れ様でございました1週間、はい、また来週頑張りましょう。お仕事の方すいません、お疲れ様です、いただきます。お先、うまい、うまいっすわ。はい、そうですね、はい、なまああの夜飲み動画なんでね、はい、あの作ったちょっと万願寺もいただいてみましょう。あの私ね、ずっとこの万願寺、あのししとう系って基本ヘタと種取ってたんですけど、なんかやっぱりいろんな人のお話聞いてたら、どうも皆さんそのまま食べるよっていう話を聞きましてですね、ちょっと今回はそのままでやってみたんですけど、うちの子、これまでのうちの家の家系ってみんなあのカットしてこう炒めて出してくれてたんで、非常に今思うと確かにあの作業は手間やなと思いますね。ちょっと今回このままでいただいてみます。うん、うん、あ、いける、まんまでもいけるやん、全然。うん、うん、うん、美味でござりましょる、うん、はい、ではちょっとまあゆっくりいただいていきたいと思います。今日はですね、あの最近あの友達申請していただきました、あの秀政さんですね、今ちょうどライブをねされてて、ちょっと見ながら、はい、いただいております。はい、ね、同じ関西ということで、はい、今後もいろいろと親しくさせていただけたらと思いますので、どうぞ秀政さんよろしくお願いいたします。メインディッシュいただきたいと思います。ナゲットいただきます。お先です、いただきます。なんかね、汗を結構、うん、ね、最近も暑いのもあるんですけど、あ、明日はですね、ちょっとね、話全然変わっちゃうんですけど、うん、明日はちょっと親方様にね、会いに行こうかなとちょっと思ってます。織田家のこう関わる戦国武将のお話とかはね、割とやっぱ好きなんですよね。なので安土まで、あの安土城の方へちょっと登ってですね、御朱印もちょっと、御朱印集めするのも好きなんで、御朱印もいただいて、ちょっと登ってこようかなと思ってます。サクサクサクと飲んで、はい、もうあのサクサクサクと食べて、はい、サクサクサクと寝ようかなと思ってます。はい、
フライドチキンいただきたいと思います。山本太郎さん、いただきます。あれ先週か先々週も来てませんでしたっけ、どっちやつだ、あの意外と僕覚えてるんですけどね、うん、はい、で久しぶりでありがとうございます。2本目いきます。完熟ピオーネチューハイ秋限定、これもまあよく出てるやつですね。秋いただきます。見てみますね。クロワックさん動画ですか。いただきます。ちょっと見てみます。サリューさん、ヒーマリーさんは、早速美味しいですね、これも。いやどうかな、ブドウ、うまい。腰振ってもらってるんで。はい、ゆるゆる、飲みました。はい、フライドチキンもまあまあいただいて、はい、いい気分でございます。はい、ではもうこのまま、低山放送さんのライブを聞きながら眠りたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。それではまた皆さん動画でお会いいたしましょう。ボーン、バイバイ。